はい、今から録画スタートです。よろしくお願いします。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。ちょっと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 。はい。気をつけ。よろしくお願いします。よいしょ。これびっくりせんぜんか。これこの間これやった時にさ、動いてるから、これ間違いなんかなと思ってん。あまりびっくりせんかった？動いとったらびっくりせえへん。俺だけかな、びっくりした。誰かびっくりしたって書いてたよな。よし、今日は。これや。よし。ここはちょっとこうな。昭和のイメージで、これ大体1970年代の歌ばっかりよ。これ神田川、神田川、こう甘くなってね、こう神田川っていう歌な、懐かしいね。この歌はさ、別にな、内容がどうとろこうとろいうよりもさ、その各自みんな青春を思い出してな、まあ、俺も青春あってんからさ、その青春を思い浮かべて歌う歌かな、こう、うまいこと言えへんけど。だから、そうか、みんな、こういう雰囲気ののはな、この昭和のイメージやから、ちょっとちゃうかもしれない。今はほら、だって銭湯なんか ないやろ。銭湯へ彼女と一緒に行って、みたいな。で、女の子が待たされた、みたいな。普通、男が待たされるのにな、みたいな歌で、みたいな。で、その、神田川っていう、まあだからその懐かしのフォークソングにしてみたらきっと名作の恥だね。俺らの時代のやつはみんな知ってんねんか。だからこう最近こう何言うかな、まあ、俺らにさ、こう前回で言うたらあの紫な髪の毛も上も下も嫁に言われたもん。え、そんな紫の上やったみたいな。で、紫のハーレムパンツな、これ2枚買うて嫁にあげてんけど、実は3枚買うとってみたいな、うえーみたいなアホがあるんだしね。だっていつ着んねんって着れるわけあれへんか。紫紫で紫やからみたいな。今回もこう、これはまああれやけど、こうハーレムパンツ、あのカーキ色いのもうこうだけど、上のカーキ色あれへんねんみたいな。まあいかなざほま丸出しや、こうでこう全部ね、この夢ペンダントも色に合わせてつけたりとかさ、爪も一生懸命頑張ってみたいな。で今日はちょっと横からライト当てたりとか、日々頑張ってんねやんか。今日はこうギターで言うたらカボタストちょっと変えてみたりとかな、カボタストってカパッはめるやつな。だからまあ、でなんで今こう座った曲が多いか言うたら、本当は立ってやろうが声出んねんけどさ、立って歌ったらどうしてもこうアルペジオ歌おかしい。こんなんはでけへんねんか。こうボンボンとこうストロークでリズムやるやつはええけどさ。だから今日はまず神田川っていうのは、まあ青春時代をこう思い起こして、走馬灯のように、ああ懐かしいなみたいな。みんなちょっとちゃうかもしれへんけど、まあええやんか。これもまあこの歌覚えとったら年配の人と話し合うかもしれん。うん、そんな歌で、これをちょっと俺は普通じゃおもろないからみたいな、ちょっと女の子風に歌ってみようかなみたいな。ちょっとやってみるな。ああ、よし。これからちょっと覚えんかな。
難しいな。こうか。よし。いけるかな。ちょっと分かったかな、神田川。こう、貧乏学生か、なんかそんなのな、きっと。一緒にお風呂行って、みたいなな。小さな石鹸、カタカタなったとか、な。三畳一間の小さな下宿、みたいな。分かるな、みたいな。若かった頃、何も怖く。ただ、あなたの優しさが怖かった。あ、もう俺とは絶対ちゃうけどな。懐かしいな、神田川。歌ってええよな、なんか。一生懸命練習したんやけどな、本番だったら間違うんだけど、まあ、もっともっとやっぱりな、こう弾き込まない。でもこんなもん全部、自分がミニコピーしたやつやもん。あの実際の全部違うし、みたいな。俺なりに勝手にアレンジしてるやつやからさ。でも普通じゃおもろないから、みたいな、いろいろ考えてみて、ちょっと女性風に、踊ってみねえけどな、女の子の全然ちゃうけどさ、男風にやったらなんかまたちょっと違う方になるからと思ってな、でちょっと神田が俺がおってみたいな、二十歳
22、3、20歳ぐらいのレアみたいな。僕やから分からへんやと。安アパートでな、懐かしいなみたいな。青春時代や、青春。なあ。よし、行きわらにや。まず、これから行こうか。まあ、向こうから行こうか。ええな。あ、まず、今日の出来事から行こうか。よし、待って、お前ええわ。今日の出来事。今日はな、朝から病院や。で、なんでかって言ったら、これみんなに嫁から訂正してくれって言われて、何やって言ったら、ワクチンを打ったと違うって言って。なんでかって言うたらな、答え笑うけどな、洗濯物やねん。洗濯物わかるかな。俺あのサウナスーツ着てやっとったんやんか。それからやろうな、サウナスーツ、だよね、こうやって。なんてな。で、こうか。これや。これ見て。これ一日やねん。これとは別に、こうね、あの、サウナスーツあったやんか。サウナスーツ3つ。それをひっくり返して、汗取って、で、これもうビトビトやからな。一旦こうやってギューッとやっとったら、手が炎症を起こして、で、このまま続けたら、骨までいかれるわ、みたいな。で、手は握られへんわ。ジップロックでけへんわ、大変な状態やってんか。それが多分2週間ぐらい続いたやろ。もう悲鳴上がっとったんやんか。そこへ持ってきてワクチン打ったからどっと疲れてみたいな。であんまりにこう手がひどいからみたいな。で整形外科行ったんやんか。で整形外科って俺知ってるとこやんか。その先生よ知ってるとこやからさ。でそこでどんな状況や言うたら、医者やから笑われへんけど、思って笑ってみたいな。なんでや言ったら、そのいや実はサウナスーツ着て、あのこんななんとかバイク乗ってみたいな。どれぐらいやったんですかって言ったら、もう気違い的ですわみたいな。でも知ってるからさ、ブッて笑うしかないやんか。俺の先生そこどうも、俺もよう知ってるとこやからさ。でもありえへんか、でこの宣伝卓量みたいな。でも完全にレントゲン取ったら炎症起こしてて、でなんか分からへんけど、なんか今日も、あ、昨日や、2日間行ったんやつやから、昨日と今日とで明日も行くん近くな、なんかこうかなりひどなってんねんて。だからよう早く気づいてやめた。こっちあれ続けとったらもっと会うてんけど、絶対めっちゃ臭いねんか。で今日なんかいつものあのやったら汗かくやんか。タオルとは別にハンドタオルみたいな、それまたなんか5つ買うてきたもん。でも古いの掘るからみたいな、もう汗だらけ。今までの服もみんな汗だらけやもん。でせえへんな、汗染み込むやんか。でギャーッとやっとって、手がなんか腱鞘炎みたいな、スポーツ選手とかなるようななんかやつやってんて、なんかみたいになったみたいな。で俺一人分やから、これが1日の洗濯分やねん。これ10分の1って分かるやろ。これも約5分の1やん。これスカンダルをパンツ履いていこう。これも多分5分の1やと思う。だから10分の1やねん。世間やこんなの。これでもこれ2回3回ぐらい入ってるのかな。だから T シャツとシャツとの短パン、これ3セット入ってるのもん。こんなもんやねん。異常やねんこれ。どっちもだって長袖着てジャージ着て靴下履いて、あの上から面かぶって、面ってあの何言うの、このな何言うかな、マスクみたいな、顔も汗かくようにみたいな。でもなんか俺最近すごい顔痩せたと思うのよ。嫁も見たけど顔痩せたなみたいな。当たり前、風呂入る時に顔こうやって使ってるもん。アホ丸出しやろ。で体重もちょっと増えたけど、またちょっと落として。だからサウナで汗かいてっていうのは良くないとなって、腎臓いかれてるから言って、で今もおしっこできるだけ出るようにしてみたいな。水分、今まで汗はかくけど水分アホと3リッターぐらい、 3.5 リッターか3リッターやけど4リッターぐらい汗かいてたかもしれへんねんか。
だからほとんどおしっこ出へんかってん。これはあかんわと思って、言うてもあともう10日20日ないやんか、15日ぐらいで検査やんか。その時までに腎臓を正常に戻してがんの数値を下げな、俺次抗がん剤しかないって言われてるから、今一番高いやつやんか、これではあかんって言って、ほんまこれちょっと大変なことやねんで、ね、周りがほらがんでどんどん死にて、なんか今年違う同級生も死によって、今年やんか。ほんであれはさ、春ぐらいかな、肉死によって、でこれでやるんで、去年があの青丸出し仲間で一緒にパーティーしたり一緒に遊んだりしたみたいな、3人死んでんやんか、がんで。ここ1年2年経てんよ、1年半で。だからそういうの言うてない、俺も明日も我が身やしみたいな、だから転移してもおかしないねやんか。だから数値増えてどうこうなったらあかんから、ちょっと内心焦ってんねんけどな。ほんで、えい、それが朝から整形外科行ってみたいな、で炎症起こしとってみたいな、だから運転もできへんねんか。俺が運転すんねんけど、危ない、運転だけど、だから何にもできへんねん。かろうじて料理ができるみたいで、ジップロックができへん、できへんよって言ったわ。ジップロックするのが一つじゃないんですよ。原因分かったらもう急に俺や。だから今もだからサウナスーツ禁止やから、せっかくな、6セットも買うてんで、サウナスーツ高いで、バカ丸出しや、安いやつも買うたけどさ、安いやつはあかんわ、みたいな。で、次がこの洗濯物な、大量が原因やった、みたいので、しばらくまあしゃあないな、みたいな。で、やっと、で、今日も、ちょっと買い物行こうかみたいな、このこれ書いてんけどさ、デラウェア、種なしのデラウェア食べたいよって、よし買いに行こうってんけど、やっぱりちょっとしんどいからやめとくわみたいなんで、デアル君やめてんやから。で今日はおもろいね、朝ピンポンって言ったらな、郵便受けにさビデオが入ってたやんか。で俺は最初発見してんやんか。でもうそのまま置いといてさ、まっさらやってんな、そのカスラにさ、なんか郵便うちにビデオの、ビデオちゃうね、 DVD 言うかな、 DVD 入ってんでって言うてんか。で郵便が、なことないやろみたいな、いやいやでも、で持ってきてんか。で真っさらでさ、これちゃんとしたやつやんかみたいな、送ってきたわけでもないし、誰か持ってきたん違うかな、iPhone、 あの携帯でメッセンジャー、メッセージのとこ見てみ、入ったってん。すごいなと思って、みたいな。誰か勝手にいるわけないやんか。真っさらままやからさ。みたいな。もうありえへんやん。待ってな。これや。スケアフェイス。スケア言ったら、傷跡やから、傷跡のある顔やから、こう顔に傷のある男みたいな、要するにあのマフィアとかああいうのやね、これアルパチーノやったかな、なんかアルパチーノ、ちょっと待ってな、書いてへんな、こいつこいつこいつ、アルパチーノちゃうのやつを主人公で、まあ、マフィアみたいなやつや、要はな、あの禁酒時代じゃなしに1800だからな、要はこうマフィアの物語やねんけどな。でそれを俺と似てるみたいな、俺の生き様と似てるみたいな、怒らんといてなみたいな、でわざわざまっさらやで、まっさらこうで見てピッてメッセージ入れたってんか。前も言ったけどこれ言って、このハートランドのペイや、ペイこの間入賞したやつな、ペイみたいな。でちょうど朝やからほら病院一緒に行っとったからおれへんやんか。で入ったってメッセージ見て、みたいな、あペーやペーやみたいな。で早速今日見たやんか、でおもろかったやんか、なるほどなみたいな。
してやフィン、またもう映画ファン好きなやつは有名かもしれんけど、俺こんなんそんなビデオ DVD の見方も知らんもん。で嫁に言うてなんか見れてみたいな、なかなか面白いなみたいな。でこれちょっと取り上げて、あれ嫁言えへんかったら分かれへんから、どないしようみたいな、何やこれみたいな、面白いなと思って、でこれを見てみたいな、で笑とったみたいな、生き様がもうはちゃめちゃな生き様しててみたいな、似てんのか分からんけど、まあまあ笑いながら見とったわ。で、基本的に言うとあのね、新壁マシンや。スクワットトレーニングでな。あ、今のほら、言うてんか。種なし不動のピオーネ買いに行こう思っててんけど、断念したんやんか。最初、俺が歩いて行って、嫁自転車で行こう言うてんけど、自転車もちょっと、こう痛いからやめとくわみたいな。あ、で数日前自転車でこけてん、横断歩道でボッケーンこけて車みんな止めて、めちゃめちゃ恥ずかしかったみたいな、アホ丸出しや。でもな、俺言うてへんけどな、その後にな、俺は歩いて、嫁が自転車、数日前や、2、3日前やね。で俺が台乗っとったんやんか。 でこう空の写真撮って踏み外して、あっガーってこう、すりむけてもうてんや、バカ丸出しやみたいな。人のこと言われへんわ。嫁は横断歩道でこけて、車止めて大変やって、みたいな。自転車でね、なんか、高い靴のサンダルがくしゃっとなったから、もうそれ掘るって言ったら危ないから、みたいな。で、はぁはぁ、笑っとったら、俺その日や。その日に、とこで行為はんかったんけど、まあまあええわ、みたいな。もうなんか、服揃ってもう超ドンくさいわ、みたいな。で、これや。要は今も俺、何やったかな、フィットネス、何やったかな、フィットネス自転車、フィットネスバイクちゃうわ、うん、みたいなやつを、もうせえへんかったんやんか、もうええわ、もうせっかくサウナスーツやねんから、もうええわって、2、3日せえへんかったの、嫁に怒られてさ、だもう1台処分するでって言われてんか、俺せっかく直したやつな。俺今までな、修理したら絶対俺が修理したらすぐ故障すんねんか。バッチシやね、もうネジ締めてバックバッチシやみたいな。で今だから嫁が友達のヨガの先生とか欲しいからであげるわ言うてんけど、俺があかんから両方使うわ、これが絶対治ったから言うて、今1階と2階で両方使ってんね、1階で使ったり2階贅沢や。で嫁からもうその子が勝手なことするんやから言ってたら、上ほら嫁の今トレーニング場が嫁が一人使ってんねんか、そこでスクワットマシンだよねんか、それしたいって、それでそれやりやみたいな。今までやったら全然元気やってんけど、最近今日初めてやったら、ちょっとやったら身につるから、もうあんまりやったらあかん、絶対身につるから、きっと明日起きられへん言うからさ、言うたんがこれやね。あったこれこれな、これ乗って、これも急に乗ったから言う、ゆっくりぐー、要するにこうスクワットみたいなんで、ぐーっとこういうふうにぐーこうぐーぐー、あの階段はな、降りるときに負荷かかるみたいなもんやね。これにこう結構、俺最初何年か前にやったとき全然大丈夫やってんやんか、スクワット、普通のボスってそういうスクワットのやつやるからさ。でも久しぶりにやったら、うわちょっと待ってよ、これあかん、来るわと思ってな、もうすぐやって、うわこれ絶対見に来るわと思って、スクワットトレーニング取り入れて、今日からフィットネスバイク2箇所で元気やな、1回でこれもすることになって、でこれちょうどやって、背筋はまっすぐせなあかんねんか、俺得意なんやねんけど、聞くみたいな、新たな明日からメニューでどのように取り入れるかみたいな、こうやってビデオ見ながらとかできない、これなんか考えなあかんなみたいな、やりすぎたらまた立たれへんからなみたいな感じや。でこんなもんかな、今日の出来事ってこんなもんやわ。だから嫁が大変やった、原因は俺やった、いぶっちゃな。で次はこれは相変わらずお墓や、これが毎年撮ってないか、
墓の前で撮って、ちょっとこれだいぶ前やわ、昔のグリムユメティやもん、これで、これはそれより新しいよな。でもほらみんな詩はいっぱいあるやん、これ飛ばしてるけどさ、でよっちゃんみたいに吐いて目上げたら目大きい見えるやろ、取り方でこんな目できんねんか、これ別に目大きしてんからな、撮影の時はパッてやったらできんねんか、目もらあんまりやったらこうあれなみたいな、どれじゃあ、ね、これグリコの前やけどさ、もうグリコ全く分からへんやろ、これグリコの足見えてやん、これグリコな、でもグリコの前で撮ってもグリコに負けるなみたいな感じな。でこれも後ろバックがやっても負けるな、もうこのバックももう今の絵はここ潰れてしまったから、だから墓の前でみたいな、みんなみたいな感じ、あの自分のポートレート撮るときな。でこれがコテ、ひまわりコテ、あれコテや、だからひまわりのちっちゃいやつな、だからこうこのひまわりのな花言葉ってな敬愛やねん、あやっちゃんうまいこと言う、なるほどなみたいな、ペンタスは願いが叶うやろ、あれ、何やったかな、何やったかな、忘れた、ヒポクラテスちゃうわ、なんかそんなんや、何やったかな、ああ、ちょっと悪い、忘れた、エンポジウムちゃうな、なんか、もうなんかええわ、で、これ、多分な、花言葉かな、何やったかな、すぐ忘れるわ。まあええわ。また調べとくや。前、これ家の前のな。最近。思い出したら言うわ。最近考えないね。これな。近くの公園行ったら、セミちゃんが、な、セミのこと英語で呼ばれてるか？死刑だ。死刑だ！みたいな。死刑。生まれて、死ぬまで。もう最近なんか、もうそんな、2週間から1ヶ月をどのように生きるかみたいな、儚い人生やみたいな、地上にずっとおってやで出てきてみたいな、これ買ってアップにしたらいっぱいあんねんけど、それだけちょっとアップにしてな、ここもアップにして生まれて死ぬまでみたいな、暗いなみたいな、だからやっぱりこれはもうありに来て食われんやと思うねん、これ多分死んで間際やと思う、まあないんやと思うねん、今までバーッと見ても引かれたりなんかかじられたり今まで取ってるやつなあったけど、でもこれなんかここにおったから無事セーフやったんかなみたいな、な、死に際の美学みたいな、生き様の美学みたいなもんやんか、これなんかそんな見ても今頭がそういう中やからそんなこう思い浮かんでまんねんか、でもそれもまあ大切なことかなと思ってな、あれ何なんか変なんだよ、何これ、どうやのこれ、あれあっちは反対向けて撮ったからや、そうか、んでこんなが上がってこれな、ひまわり畑な、これ嘘やで、これ嘘なんな、嘘なんやけど、満開人はな、心の底から笑顔にさせてくれるんやけど、これ見て、これ邪魔やけど、もう廃れてんねん、これ。要するに、誰も見向きせへんねんか。要はこう、現実やねん、こう、何よな、あの、ひまわり畑買って、今年コロナやからお客も来へんし、入場も取られへんか。これあの、西洋町の資格のあの、ニルが実家に帰るときに一応写真撮って送ってくれたやつやけど、もう全部へたれてんねんか。だから観光客来へんかったら、人権もらわれへん、どうこもでけへん、ひまわりも手入れでけへんってもうみんなおうてんねん。かわいそうに、みたいな。
だから生き物って正直やなってすごい思うね。これは嘘やで、俺がやってるんですけど、これ見てみんな、もうほとんど枯れてるやんか。全盛期過ぎたらみたいな、手入れせえへんかったらどうね、誰一人面目もせえへんみたいな、儚いなみたいな。で、まあ、こんなんあんねんけどさ、例えばできるだけいろんな連中と会うわけや。紹介したりどうこうでみたいな。でも年月が経過するやん。去るもの日々にうとしてどんどんいろんな連中と会うけれども、まずは質より量はええみたいな。いろんな量はええみたいな。いろんなこと相談乗ってどうこうしたけど気ぃついたら来れへんみたいな。みんなそんなもんやねんって。自分中心主義やからさ言えへんけどな。利害が絡むときは来てみたいな。自分が聞けたいことは来ても、それ以外になったらみたいな。おもろいことあってさ、まあそんな具体的にはええねんけど、まああるやつがこうお金を借りてスッポンかましてたやつを、その相手の人に俺一回だけ会ったことあんねんか。ほんならわざわざ家来て、実はこうやって俺呼び出して、ちゃんとお金払えみたいな、契約書書かして、だから俺なんかキャバクラへ招待されたみたいな。ええねん別にキャバクラなんかみたいな、しかも2回もみたいな。まあだからいろんな出会いがあって、お金絡んでどうこうやなしに、やっぱりお金絡まんと利害関係なしにやるようなも大切だよね。まあ、これ一例かもしれない。いろんなあっても、今まであれ言ったやつが折れになったりとかしょっちゅうあんねんか。最近こう当てにもしてへんけどな。やっぱり人間関係って期待しすぎてもあかんし、せえへんのもあかんしみたいな、つい期待しすぎてもあるからさみたいなのがあって、だからやっちゃうな。やっちゃんはこれ4年前の写真ということは2017年から二人三脚やね。2017年、だから3年4年、そうそう、4年前の6月から一緒にやったんや。ちょっと4年前まだ作ってもな、いろんなやつかな。で、俺言われたんか、あんた誰みたいな。え、ちょっと待てや、みたいな。俺分かれへんのか、みたいな。人事省とちゃう、みたいな。今まで月に1回はデートしとったんやんか。映画見て、ゲームセンター行って、飯食って、茶飲んで帰るっていうデートは月に1回しとったんやんか。で、なんか具合悪くなって、立たれへんなって、みたいな。それが6月やってん。で、あんた誰言われて、ちょっと待てよ、みたいな。ちょっと全身全霊よっちゃんと向き合おうと思ってな。だからどんなにしんどうても、どんなに夜中でも飯食いに行こうかって絶対断らへんかったからな。だから今までそうやって生きてきたわけやんか。これ自分の部下とか人間関係、あ飯食うぞはいみたいな、相手の都合関係なしにやけど、最近はやっぱりあみんな相手は相手の都合があるしって思うようになってきたけどさ、ある意味寂しいよとさ。でまあそういうのがあって、で一年復帰して二人三脚してみたいな。もう最初は大変やったわ。泣き出すし、わがまま言うし、拗ねるしみたいな。で考えたらさ、94からスタートか、4年やから、トランポリン刺したりとか、背筋まっすぐ垂れたり、O脚直したりとか、もうめっちゃめちゃやってるわ。でも実際治ってんねんからな。医者もめちゃめちゃびっくりしてるから、まあ、今から考えたらめっちゃそんなのよっちゃんの話しても絶対信じんと思うけど、だから俺も頑張って奇跡起こさなあかんな思ってんやけどな。死んで、まあ、どうなんや今日別に、まあ、今日の話題何もないわ。今日の出来事何もないわ。なんか言わなあかんな。って俺今日なんか言わなあかんな。たまにはええか。なあ、こう話題なしで、どうこうでやんのも。だから今さ、ちょっとやっぱりほら、会話が重かったやんか。死に際の美学歌って、分からへんやつが大変やねん。俺死に際の美学歌って、みんな多分30代、40代、の考えたことになったもん。でもそれを考えてることによって、考え方の深みが出てきたりとか。物事なんでもな、あこいつも生きてるんやどうやってみたいな、だから怪しき仮面軍団の気持ちに俺めっちゃわかるからな。
だから今やっぱり今メッセージによくんのはさ、みんな誕生日おめでとうってやるやんか。なら、あのマカオシ軍団が書くやんか、絶対来るわ、めちゃめちゃ嬉しいみたいな。なんか見ず知らずかもしれんけど、俺の仲間 がこうやって来てくれる、言おうてくれること、めちゃめちゃ嬉しいみたいな、何つも来るもん。だから役に立ってんねんもん。で、みんなそれぞれ調べてるやんか、調べて書いてるからまた嬉しいみたい。俺も当然調べてるけど、違った切り口でみたいなの。俺パンと見たら、あ、こいつメッセージ来へんとか、あ、こいつメッセージ来る、あ、どこ、すぐ分かるもん。だから俺ほんまはな、誰か、お前らの誰かがな、おい、誕生日やったら言うてくれな、みたいな。知ってるやつはねえから言うてくれないって欲しいもん。俺今全部バーッと当たった時、出てきた時全部パシッパシッと写真撮って、それで分かるようにしてんけど、見方知らんねんか。どうやったら誕生日の分かるか知らんねんか。なんか Facebook 見たら出てくんねんか、たまに。今日の誕生日みたいなやつ。だから Facebook 見るんかもしれんねん。あんまり人の見えへんねんけどさ。だからこの内容で、昔は内容おもろいやつみたいな、呼び出して会うてみたいな、なそれ言うてんか。だから出会いっていうのは待っててもけへん、自分でやったらええねんみたいな。とりあえず逆にそんな思って来るやつもおるわな。だからそうやって見た時に、やっぱり俺が言うその夢家族っていうのは、家族および親戚に準じるものやねん。それが夢家族やねん。で、アホ丸出し仲間っていうのは、普通のよりも、よったらはいってくるようなやつな、に分けてんねやから。だから、家族の中に夢家族も当然入ってるやんか。で、親戚も入ってるし、摩訶不思議も入ってるし、怪しき仮面軍団も夢家族やねん。で、こっち側は、その中にもまだおるで、こう、気に入ってるやつとかは、それぞれ個性持ってるやつは夢家族やねんけど、意外に、だってその青丸出し仲間っていうのは、俺相手のことあんまり分からへんもん。でも今ほら、だんだんコメントの量がすごい増えてくんねやんか。だからすごい分かんねん。ああ、みたいな。娘さんが運動会でとか、いや、なんとかでどうこうで、いや、なんかどう、おいえみたいな。すごい、結構な量入ってくるから、みたいな。だから俺も、もう、今日のフルーツどうかもうええねやんか。これは別に、普通売らないかもしれんけど、それによってどうこうやないけど、第一課題に関しては自分の意見書くけど成長すんねんか。分からへんでも考えてみみたいな、分からへんから考えてみみたいな、要は人生論みたいなかもしれんやんか。だからそれも別に借りてきた言葉やねんか。自分が経験してやってきたこと、自分がわ経験してわみたいなことみたいなのを今述べてるわけやんか。でも一個一個やってたら、俺また絶対な、明日めちゃめちゃ嫁に怒られんねん。あのな、知ってる？スマホにパーンと通知が来ねんねん。ヤマト運輸で明日物が届きますってなんかピンポンで来たんやん。だから嫁に言われてんが、それなんか、嫁がなんか物買うた時あって、それ出さなあかんからな。俺、てっきり忘れとってさ、なんかヤマト運輸からなんか来てたって言うたらさ、嫁は何も注文してへんかったからさ、なんか買うたやろ言われて、あ、みたいな。何買うたん、ああ、言うたけどな。実はな、ギター買うてん。でもな、ギター買ってな、これビニール弦やんか。でビニール弦はアルペジオで一個一個弾くんはええけど、ストロークで弾くんはやっぱりあの金属音のな。だからフォークギターやねん。普通に伴奏とかするのはフォーク、もう一個のあのスティール弦ね、鉄弦、キンキンするやつの方がこうリズム感取れんねんか。だからこれはどっちかというとアルペジオでプロプロとかゆっくり弾くやつはこれでええねんけど、例えばチャンピオンとか、あとなんか次なんかのほら、なんか今こう次のほらあのイヤラのために追悼コンサートするときにこのストロークの曲もあるわけやんか。ほんならこう比較したんあんねんか、こう YouTube でな。ほんの全然違うからさ、まあ、せやとストロークのだけでもそっち買おうかな。ストロークの食うたらさ、アコースティックやつな、ネックも違うねん。1センチくらい違うかな。ネックってあの、このするところが、
あ、親指でやったりすんねんか。もう一個細いから。これ太いねんか。弾き方も違うねんけど、音色重視したら、それもありかな、みたいな。だから、いろいろ、工夫してるみたいな。日々、今日もそうやってんけど、今日もなさそう。練習の時に、これとか聞くわと思って、もう一個 のサメみたいなやつなんとな。で、今、本番になった時に、ビンビン歌やんか、これ。これ、タポタスと言うねんけどさ。ほら。これ、こう、もう一つ出ないかね。あ、これで止まりやけど。ほら、ちょっとこう。ちょっとこれ、出らしい。ほら。わかるかな。で、これ、夢やったんやんか。ほら、ちょっとこうやった。音全然ちゃうやんか。音ちゃうやんか。こんなんも、最近分かって。もうだから、どんくさいというか、これ、自分がやって初めて、ああ、なるほどな、みたいな。で、ギターも、これ、このギターにしてみたら、3万8000円ぐらいだから、だもん。同じのあって、うわ、これかっこええな、みたいな、俺のやもん。で、これ、エレキにもなるやんか。ほら、コードある歌やんか。で、また早速、コードこうてやってみようかな、思うねんけどな。パーかもしれへんか。なんか、楽しいやんか。で、何曲するか分からへんけど、ある程度できたら、次またなんか違うことやろうかな、とかな。だから、常に何かに、全身年齢打ち込んでたいなと思うねん。だからこう教室3階物と2階から行ってんがな。嫁はさノートあって韓国語一生懸命やってたわ。でこっち側買ってなんか育児教育に子供を育てるとかどうこうとかみたいな、なんか本読んどったわ。もうあんなん絶対読めへんかったのになみたいな。で最近ニュースすごい詳しいからさ、ニュースよう見てるわ。よう見てるなみたいな。だからまあなんていうのかな、日々やっぱりこう打てば響く人生で生きる方が楽しいやんか。だから打てば響く人生っておかしいけど、ギターなんか何年ぶりやろみたいな。あ、最近ちょっと上手かったけど、普通にコード弾いてただけやからさ、別になればええわみたいな。歌がメインやからと思ったけど、最近はちょっとギターもやけど楽しくなってきた、やっとなみたいな。もう大変やで、この爪の手入れから、弦から弦もまた変えたやろ。ほら、白い弦になってるやん。この間色なんからほら見える？あ、そうや、4弦切れてん。バシーンと切れてん。やっぱこう、嫌な予感やってみたいな。でも4弦な。これ見て、これ。黒色やね、黒色。これ高いやつやね。ガバガッとセットだけあんねんけどさ、バーッ。4弦ばっかり切れんねん。今これぐらぐらいは。弦がやで、これぐらいの塊。ガーッ、みんなセットで買うねんか。でも4弦もうないねん。えっみたいな、4弦だけないねん。だから今これ4弦すぐ切れる。で、3弦はちゃうわ。4弦、5弦は音おかしいんかな。あ、4弦が音おかしい。なんか3弦、なんかこう、でもなんかそのあかんところを上手にしてカバーしていくような、みんなかわいそうや、みたいな。ストラップこうたり、なんやこうたり、いろんなことやってるわ、みたいな。まあ明日も怒られるけど、まあ、ストロークで、ええやん、そんなん分かんねえからさ、フォークギターとクラシックギターの違いとかな、言うてんか。音色の違いまで分かんねえから。俺そこまでこだわれへんかったよ。スティール弦なんか手痛い、フィルターやったら手切れるからさ、俺も手がカチカチやからさ。まあまあええわ、みたいな。もう何でも挑戦してな。やってみたらええわ、みたいな。今日はただ、あまりこう難しい話題だけどゼロや。な。
で明日また何しようかなと思うけど、まあまあ何か考えるわ。あ、先生その日の話題になってん、それやるかなと思ってんけど、もうめんどくさいからええわみたいな、あっと気づいたら、あみたいな、こんな日もあっていいやんか。よし、今日はここまで、気をつけ、よろしくお願いしました。はい。